はい、こんにちは。今回はドリンクホルダーですね、紹介したいと思います。ドリンクこうやって、これはクリアなんですけど、ドリンクを入れれるように工夫してます。あとはタバコね、入れれるような感じ。わざとそこまで二重でね、抜けるように、こうやって置いてやってるんですけど、まあここね、塞いでもいいと思います。で、普通のコンパネ切ってですね、その上にセンターの溝を、まあ特別な機械でここ実は掘ってるんですよね。こういう感じで掘って、で、その上から専用のモールを一周貼り付けてます。ということですね。で、これは全部ドリルで穴開けてます。ドリルで穴開けて、その形に合わせたドリンクホルダーのこのメッキのね、部品を上から押さえて取り付けてます。結構なかなか活かしてるんで気に入ってます。こんな感じです。